ふう全授業終わってもう夕方だな。我が高校の愛する生徒たちも、いよいよ明日が大学受験日か。この受験票に期願常時の念を込めて送り出さんとな。私のクラスの生徒たちなら必ずやってくれさ。カムイン先生、クラス代表のやらかしです。全員分の受験票を受け取りに来ました。おおやらかし。来てくれてありがとうな。じゃあこの受験票を配ってくれ。私の必勝の念がこもってる。はい先生、明日頑張ってきます。おう<ー>。あとこの使用済みアンケートプリントをどうしましょう。ああ、それ名前とか住まいとかいろいろ書いてあるでしょ。はい。 ああ、じゃあ、シュレッダーかけといて。個人情報系の書かれた紙は、とにかくシュレッダーかけといて。え、個人情報系の紙は全てですか今、プライバシー厳しいからさ。怖いよ、今の時代。管理する人に全席に及ぶからね。う、ってことは、僕に。わかりました。あは、まあ、そう、気をせずクラス代表。よろしくね。私はちょっと行ってくるね。う、そうか。個人情報に厳しい時代か。 う怖くなってきたな。ならこの受験票も書けよう。当日また新品もらえるだろう。知らんけど。危ない危ない。早めに気がついてよかった。先生の言うことは守らんと。ふう、すっきり。心が軽くなった。あれでもこれ、本当に大丈夫なんかな独断で決めて。まあいいや。たまや。うん、えあ、まだやっとったんえちょ、えそれ、何書けてんのあ、もちろん受験票です。は受験票はい。今、個人情報に厳しい時代ですよ。は何じゃん。え明日また新品もらえるんじゃないんですかもらえるくないよ受験票なくしたら受けられないよえそうなんですかやば なんかクラス代表の子が全員の受験票を知りたいかけたいや、あの個人情報うんぬん別の話であ、やらかしました。当日またもらえるものかと。やばどうしようこの受験票は2週間前から発行されて、くす人いるから保管してたんだもう今日試験前日の夕方だから、今さら最悪おとが無理だどうしよう残ってる分はあ、これは村山と、もちづきと、森本と、僕のです。4人分は残ってます。やらかしはやー行なので、一番最後でした。明日頑張ってきますね。やばお前は無事生き残っとったんかいいや,いや、生存者もいてよかった。あと、他の全員分の対応戦と なんとかすべての大学に緊急で問い合わせて頭下げて遺伝の再発行してもらった。夜遅くまでかかったけど、なんとか対応してもらった。全員無事に受験させられるぞ。もう夜10時だ。やがった。お、お、あ、クラス代表のやらかしです。他の生徒の対応していただきありがとうございました。実は本来無事だった僕を含めて4人分の生徒たちなんですけど、僕の伝達ミスで彼らも再発行してもらえると勘違いさせてしまい、無事だった受験票を切って捨ててしまいました。無事、やらかしました。もうどうにでもしろ毎日投稿しますので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。これ それが人に物を頼む態度か。よろしくお願いいたしますだろう。あ、よ、よろしくお願いいたします。笑顔お辞儀はそう。